柿の実は無事だな。この間は力士がぶつかり稽古していて危うく実が落ちるところだったが、さすがにもう大丈夫か。なんだ。ジ、風に流されたか。だが今度は外さねえ。その綺麗な柿を吹っ飛ばしてやるぜ。くそ、おもちゃの玉か。でも結構な威力だなこれ。なんだかわからねえが、あの物騒な野郎を止めねえと柿の実が蜂の巣になっちまう。おい、柿を打つのをやめろ。あ、なんだお前。ああ、さっきターゲットの近くで踊ってた野郎か。あれは踊ってたんじゃなくて、お前の流れ玉が当たって痛がってたんだよ。そうか、それはすまなかったな。だがもう大丈夫だ。次こそは必ず柿を仕留める。待て、仕留めんじゃねえ。つかお前、柿なんか打って何がしたいんだよ。別にあの柿に恨みがあるわけじゃない。ちょっと試したかっただけだ。試す？俺は大のミリタリーファンでな、このスナイパーライフルも海外から輸入したもので今日届いたんだ。どうだ、かっこいいだろ。ボルトアクション好きにはたまらねえ一品よ。性能だって本格仕様で文句なしさ。スチール製のシリンダーだから耐久性も抜群。トリガーフィーリングもリアルな再現がされて、とにかくこいつで試し撃ちをしようと思ってよ。ターゲットを探していたらちょうどいいところに柿があってな。ああ、なるほど。それであの柿を狙ってたのか。だが悪いんだけどよ、その狙うやつ変えてもらえねえか。何？あの柿はちょっとまずいんだよ。病気の女の子があれを断る。ね、一流のスナイパーは狙った獲物を変えなどしない。俺はこの連れ添った相棒で奴を確実に仕留めるぜ。今日通販で届いたモデルガンだろ。どうしても撃たせたくないなら先にお前をターゲットにしてやるぜ。やってくれ、負けねえぞ。俺の番ね。やんのか。とっておき。あいつ何もやるか。やめんなよ。よし、やんのか。見てなさい、ね、ほら来いよ。お願いがあるの。やめんなよ。なめろ。来やがれ。してみろ。やってやろう。邪魔来た。ジャコ。てめえ。よし、行くぞ。さあ、止まれ。よっしゃ、行くぞ。ギャー。
ああ